北斗無双やミリオンゴッドといったビッグタイトルが登場予定のパチンコ寝台。他にもサミー史上ナンバー1級本物の作り込みと銘打たれた偽物語や衝撃筐体で登場するキャプテン翼など魅力的な機種がデビューを控えている状況だ。その中でも注目したいのは一風変わったコンテンツに焦点を当てた新機種である大手メーカー三洋系列33製パチンコ CRP リーグ ZTA が検定を通過し話題だ。その名前の通りボーリングエンターテインメント番組 P リーグとのタイアップ機と言われています。ボーリング界のアイドルたちが集結し熱き戦いを繰り広げる P リーグは業界に革命をもたらしました。ボーリング黄金期と呼ばれた人気が再燃したと評する人もいますね。出場する選手は体力、精神力などを兼ね備えているだけではなく、容姿端麗な方も多いですからね。ネット上で美人すぎるプロボーラーという特集がよく組まれているように、注目度は間違いなく高まっています。男性アスリートとのタイアップはありますが、女性アスリートは珍しいですからね。その点にも期待は高まりますよ。彼女たちの熱い戦い、可愛らしさをパチンコでどのように表現するのか楽しみです。パチンコライター、先日も元スマップ、森克幸とのタイアップ機、CR オートレーススピードスター、森克幸、チルダが大きく取り上げられたが、アスリートとのタイアップ機種は数多く存在している。ただ、女性アスリートだけにスポット、が当てられることは極めて稀なことだ。その時点で話題になることも当然だろう。これを機にこのような流れが激化することも考えられる。現在大ブームを巻き起こしている彼女たちとのタイアップ化が実現する可能性